442のボックス型、ゴールキーパーは井岡、フォーバック右から田中、増谷、鈴木、ムン、右に東条、左に牛の浜、ダブルボランチは瀬瀬と福岡院、ツートップは大久保と重松、前節から3人が入れ替わっています。システムは451あるいは4231、ゴールキーパーは高橋、フォーバック右から金井、小松、奥田、薄井、ダブルバランチは江口と長谷川、右に川崎、左に森、トップ下に後藤、そしてワントップに赤星、前節と全く同じメンバーで臨みます。さぬきの10番の川崎、そしてボランチの長谷川、チェックに行くのは瀬瀬、そして大久保、奪った鳥取、重松、横パス、福岡院、左には牛の浜、その牛の浜へ、さあいきなりチャンスだ、鳥取、牛の浜行くか、ムンが行って、ムンインジュン、ムンインジュン、ムンインジュン、重松とのワンツーでゴールを狙いましたが、ここは高橋のシュートストップ。ショート瀬瀬、瀬瀬のミドルシュート、低いボール弾いて、もう一度牛の浜、ここも高橋抑えました。2連続シュートを抑えてみせました。増谷に下げて、さあどこで攻撃のスイッチのパスを入れてくるか、縦に流した、さあ東条右サイド、高市上げた、重松ヘディング、ここにもブロック、これがさぬきの持ち味です。こちらがリプレイです。東条のクロスに重松のヘディング、からの横パス、マスタにダイレクトで右へ下がってきて受けた田中、その縦のスペース空いたところ、中に重松、そして外中外とつながった、東条中に3枚4枚入っている、中にシュート、大久保のシュートはジャストミートしませんでした、ドフリーでしたが、ここにチェックに行き始めたさぬき、ロングボールを選びました。大久保設定、競り勝った奥田、江口つなぐ、森が前を行く、森推進力、森のミドルシュート、今は鳥取の時間帯です。東条、田中、アリークロス、クロスになりました、ヘディングで跳ね返す、瀬瀬ミドルがあります、シュートは打たずに福岡院、そして落として瀬瀬、つないで重松、決まった、恩返し弾となりました、重松健太郎、今季3点目。前節もゴールを決めている重松健太郎、細かいパスワークから先生からいいパスが出て、最後粘った重松、体を投げ出しながら右足を伸ばして、強固な守備のさぬきのゴール、こじ開けました。福岡院からムンインジュ、レフティーのムン、福岡院、小沢、カットインからシュートがある、小沢のシュート、決まった、これが小沢の持ち味、2試合連続ゴール。先ほどは小沢のゴールとお伝えしましたが、どうやらオフサイドの判定だったということで、1対0のまま田中に預けて重松が走り出した。重松と大久保がいます。大久保に預かるか、大久保粘って、大久保決まりました。鳥取2点目追加点、大久保今季初ゴール。田中のアーリーの浮き球から重松がここも粘りました。そして大久保、フィジカルの強さを見せて、最後はキーパーとディフェンダーの間、そのスペースから斜めのシュート、股を抜いたでしょうか。股を抜いてますね。10番の川崎、いいクロスがあります。縦に流れた江口、森からのクロス、森本が触った、まだ続いている、中に上げて森本、肥満、胸トラップしてシュート、フラッグが上がっています。オフサイドだったようです。高さのある森本。16番の奥田は181センチ、2番の奈良坂は187センチと、
180オーバーの選手が多く揃っているさぬきです。さあ曲がってきたボール、ヘディングシュート、決まった。奥田、奥田が1点返しました。かなりいいボールを入れていきました。江口フリーになって強烈なヘディング、曲がってきたボールしっかりと合わせて見せました奥田雄大。さあ先ほどは右から決めています。江口のコーナーキック、ヘディングシュート、決まった。2点目追加、同点に追いついた。なんと奥田雄大同じ形で右からのコーナーキック、頭で合わせました。後半のアディショナルタイムに奥田が追いついた。江口の高精度のキック、高さを見せました。後半の43分、そしてアディショナルタイムにセンターバック奥田のコーナーキックからのヘディング弾が決まって2対2。ユーマ、さあユーマチャンスなる。ユーマのシュート、ゴールキーパー高橋の胸、そして素早く始めますが、ここで長いホイッスル。さぬきがよく追いつきました。たまたまあれさぬき、アウェー今季初勝利とはなりませんでしたが、しっかりと勝ち点1を香川に持ち帰ります。